よいしょ。やあ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 。さて、音声確認して、音声確認終わったら、あーまあいろいろやりたいね。あ、OK。昨日はヘッドセットで、今日はピンマイクでやってるんで。さて、いろいろセッティングが終わり次第始めていこう。視聴者より高評価が多い。どうなってんだ。さあやっていこう、やっていこう。今日もあれ、わし、ちょっと焦るよね、財布がないと。うぶ、よいしょ。さあ、あ、でも一番最初は昨日と同じく贈り物を送ろ。今は辛くてもいつか僕らの時代が来る。行くぞ。さあ、まあもうタイトル通りっすね。今日は、もうそうっすね、はい、まあ、昨日も使ってたけど、タイトルにあるそいつを使ってね、気持ちよくなっていきたいと思います。そう、お前だ。俺への投資はいつか何倍にもなって帰ってくるぞ。1.5 倍です。英傑は英傑を呼ぶ。お、英傑ですね。鬼金、この人も鬼だっけ。4名の方々ありがとうございます。ほら、報酬獲得。1戦目はまずあれだな、3色にしよっかな。報酬獲得。あ、なぜ今やたらおなのかというよりかは、昨日やたらお使って楽しかったから今日もやたらお使いますって感じですね。あ、でもじゃあそうだね、一番最初はその、明日も来るだろう、やたろを採用する理由を1戦目はね、じゃあ1戦目はそのあれだな、その 今風のサーブでいこう。強化じゃなくて、整理、必要なものがちゃんと揃ってるかどうかだね。まあこれはちょっと今日はいいかな。ピエンハイしまって、上限突破ある。シュヌリは今日使わなさそうだな。シュヌリしまって、盾なしがないのは困るので、盾なしを持ってくる。あと何がいるかな。デッキに次第では金箔采配の方が良かったりするけど、まあ金箔はいいかな。うん、右辺セットしてやるんならいっか。あ、でもまあ若い点なら持ってこう。あ、いや、どうしよう。あ、まああれだな、傭兵編目で十分だな。というわけで金箔采配にしよう。はい、コメント拾います。はい、最初に言うけど、徳川家康は三層なのに、三菱の岩崎弥太郎に浮気なんて。はい、白さんありがとうございます。
最終兵器一筋とかついて松平武千代と読ませたいだけだけど、あの誰がそのまあカードを登録してください。多分人質だったら多分誰でも問題ないなきっと。というわけで最初はまああれですね、もうなんかちょっと旬が過ぎ、もう次のスタンプが始まる武道くんをあのマットをしていこうと思います。最初はさあ指揮計算間違えないようにだけ気をつけつつ、まあなんだろうね、竹内くんもね多分欲張りするとね大変なことになるから、欲張りしないでちゃんと立ち回んなきゃいけないのかなって気はしてますね。さあ、お相手のデッキが吉本、おお 2.5 でいい形ですね。まあ、一応機能力がないのでしっかり鉄砲で打ち抜いていきたいですね。使用する流派をこちらでよろしいですか。で、指揮流派は確定、まあ、竹道は復活持ってるし、まあ、開幕は何が何でも相手の兵力を減らして自陣に部隊を配置してください。あれ、まあ、あんま攻めて意味はねえんだよな。でもまあ流派原子だけ貯めて使用する戦機を選択してください。何も間違ってません。奥義は関戸場です。こちらでよろしいですか。奥義は関戸場です。よろしくお願いします。何も間違っちゃいねえ。立ち向かうっていうことがどういうことか。じゃあよろしくお願いします。あー鉄砲どうしようかな。即打ちでいいや。多分誰かに当たる。打たせろ。鉄砲よし。OK。人気だけもらわないと。そこの相打ちは問題なし。俺を超えるか。まずは打ってって、で、まあ龍が一でいいな。よしよしね。まあ龍馬のボディでしっかり嫌がらせしていきましょう。もう龍が一打って、まあ、そこはもう確定行動なので。一の方。あの打ちまくることがないようにするための龍が一ですね。で負けねえ。打て。まあ、ここはよくあるところが敵でしっかり。クソ野郎が。クソ野郎していく。斧帰れなくていいね。疲れちゃった。吉本を打ち抜きたいね。撃て。カーブ当たるんじゃないかな。よし、撤退はしなくていいや。ここはもう時間稼ぎのターンなので、まあ龍馬が撤退しない程度にですね時間を稼いでいきましょう。こっち紅葉がほぼほぼないので斧のあれだけなんで、相手も色が過ぎたね。なんか撃たなきゃいけなくなった。任せろ。撃て。あ、クマ通りをきっちり剣取りつったな。死ね。鉄砲撃って景気よく行くぞ。56で撃ったから、この私が夕焼く時に、あ、まあ文集なら言うて、56、25引いて31、 OK。 OK。敵の力を見誤った流派発動。吉本強化ね。オッケーオッケー。あ、じゃあ龍馬城の中戻して、王のワントツ決めに行って、おー、しろ。オッケー。
撤退していいんで、このカウント。俺を超えるか。オッケー、じゃあいいね。いい、オッケー。まっすぐ下げて、龍馬出す。捕まえてやら。オッケーオッケー、落城しなきゃいいから。血がたぎってくるぜ。31だろ、31だから33ぐらいだな。撃て。元気。これで、ね、もう龍馬とか出しても対象が、あ、これでクマの方が当たってほしいな。何するんでしたっけ。あ、ここはまあしゃあない。ガシャンって音鳴り始めた。そろそろまずいけど。何するんでしたっけ。ここで一回ストップだな。うん、いや、まだ敷バック来てねえから、うつうつ敷バック来てねえから撃つ。で、敷バックが来るから、でも敷バックの前にもう2撃っていいから、2撃つ。で、上の2人ぶっ殺して、で、花道打って、いや、花道はまだ、もう一回王の流派発動一の型。これ文集どんぐらい必勝ゲージ吹っ飛ばしてくるかな、わかんねえな、さすがに。あー、死んだ。上の2人ぶっ倒したら、そのまま文集のところに乱戦しに行って、いや、これもうワンパン決まったら俺楽勝になった。あー、いや、多分武力60超えてくから、あの乱戦プラス攻撃で倒せると思うんだ。 OK で、藤原ぶっ倒したら、私が弓矢ごときの登場力だけよ。登場力だっけ。登場力高すぎよ。何パー飛んだんだろうね。まあ、とりあえずあれだね、フルコンできた時点で、まあ、幸先いいと思いましょう。いやー、でもまあちょっと出る場所とかちょっといろいろあれかな、ルートとか失敗したかな。うん、竹道撤退していいんだもんね。だからやっぱ文集に、あの乱戦しに行くのが正解だったかなとは思います。そう、張り付かれてなかったらね、だいぶ楽なんですけど、張り付かれちゃってたからね。今の文集の壁のダメージを今確認しに行きます。とりあえず
ぞ。よき出会いがあらんこと。なんか文集の壁6回向上して 76.76 って書いてあるんだけど気のせいかな。とりあえず一番重要なのはここだな。33.63 から16.81 になってるんで、あの 16.82%、分子武力いくつだったかな、多分87ぐらいか。コメントに残しておこう。こういうねデータは面白いから。武力87。カードを登録してください。壁16.82%。ちなみにさっきの俺の残りの白ゲージは 16.81 でした。文集の武力があと1低かったら俺の城は壊れてなかった。吉本の渾身があと一つ優しかったら大丈夫だった。あーでもそうだよな、武力とかも込み込みで考えて正直なところ、あー吉本てかまああれやな、あの手の状況になった時ユニーがいねえのがダメだよな。だからといってな、やり位置にするとね俺が切れるんだよなきっと。あとこの編集バランスだと鉄砲、あの弓より鉄砲を使いたいっていう。対戦相手を探しています。あー龍馬を変えるか。そう、あでもハクさんあれなんです、対戦相手が決まりました。そこ蹴鞠シュートに指揮避けない。蹴鞠シュートに指揮を割いたら武力82の竹道が完成しないんです。いけ、一前いねえ。龍馬くんいねえ。使用する流派を選択してください。打たれて困るもんは正直この井上モンタとかいう男ですね。こちらでよろしいですか。あのこっちの最大数値を妨害で下げられると、悲しくなるので自陣に部隊を配置してください。ビビたる差ですけど悲しくなるので使用する戦機を選択してください。まあ敵とかは変わらんね。こちらでよろしいですか。ちなみに槍兵槍刺さります。でだから刺さる前に竹道打って迎撃取られて死にに行くっていう方法もできます。立ち向かうっていうことがどういうことか。逃げた視聴者超えてる、ありがとうございます。あ、どっちが寄すかな。左が寄すか。こいつ次の世代へ。最後まで下は抜かれ。撃て。ジェクショー、ここまでか。おりゃ、敵の力を見誤ったか。撃て。さて足に惜しみはしねえ。まあ相手に亡霊はいないので
まあ、神経だけだよな、警戒しなきゃいけねえの。任せろ。まあ、ここは隠れ行動なのでやってく。一の方。逃げ道封じて攻撃。負けねえ。まあ惜しい。捕まえてやら。任せろ。まあ、相手の兵力を少しずつ減らしましょう。撃て！任せろ！まあ、このゲームね、一騎打ちとかいうもんないんで。おりゃ！ジェクショー、ここまでか。敵の力を見誤ったか。まあまあこれ撤退するわけじゃないのでね。ここから王のロック撃て。また無茶なんだよ。まあ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 、命がけだ。槍出てるし。撃て。まあ、ここの竹道は絶対しいんで。捕まえてやら。まあ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 。まあお相手式に。命がけだ。59スタート。34。次の世代へ流派発動。なるほどね、そういう感じか。てかまあ言うて式14溜まったらやればいいって覚えよう。式14。おりゃ、一回城戻して。足をつけね、オッケー。僕が成長した分だけ勝利が近づくんだ。おりゃ、戦機解放。まず目の前の鉄砲をぶっ倒して。何するんでしたっけ。あ、まあ、やたら多分もう突進して OK。 こうしてああして何するんでしたっけ。で、竹道はそのまんまその中央の鉄砲をぶっ倒したら、伊藤俊介とかいう男を倒しに行きましょう。何するんでしたっけ。流派に2の方で、まだ敷きバック来てねえから王の打ってよし。おうの、やりやがったなお前。あったまきたぞ。あったまきたのはこっちだぞ。やられると思ったけどよ。で、敷きバックが来るからもう一応のしていい。
界に戻ってくるからな。でもう一往路したら、乱戦してからでいいな。乱戦してから叫び中と。逃げねえよ。これは俺の人生のリベンジだ。俺が倒れちゃう。ジェクショー、みんなウィンディーよ。任せろ。最後まで下は抜かねえ。で負けねえ。また無茶なんだよ。前期復活した瞬間ボカンよ。竹道どうしよう。縄文でもいいんだけど、悩む。クソ悩む。そこはもう一生龍馬と遊んでもらう。で、相手は鉄砲しかいねえから、鉄砲に対してしっかり突撃と乱戦してって、次の世代へ流派発動。まあ回復だよね、うん、身の肩。どうしよっかな。王の連打とかしたところでなんだよな。あ、そう、意外と妄想は倒せる。俺が道を切り開いてやる。相手ね、分かってますよ。戻ってくるかな。一応武力上げよう。手を出すやつは骨も残らんと思え。最後まで下は抜かねえ。これで伊藤俊介、いやー、あいつに今めちゃくちゃゲージ短いな。何するんでしたっけ。撃て。なるか。俺が倒れちゃう。流派発動。あー、どっちだ。王の下か。いや、下に持ってこう。間に合うと思う。あの、相手今残ってるの王のだけだから、王のが多分先切れ。敵の力を見誤ったか。守るための王の。これで龍馬の武力が上がる。よし、あとは行動を通さなきゃ勝ちなので、 OK、 勝ったから終わりな。このデッキ勝ったから終わりな。そうだね、頭きたっつわれて指揮回収もされた上、武力上昇値も3下げられてしまった。武力上昇3も下げられてしまったよ。まったく頭くるな。はい、竹道くん終わり。いやー、いいもん見れたわ。やったぜ。あと何入れよっかな、ここに。あー、この編成だとやりか。絶対負けねえって聞くと、ファンファンファン、いざステーステーが出てくるんだよな。戦国大戦勢はヒロさんは絶対に負けないのかっていうタイトルが頭をよぎる。進軍しますか。よいしょ。さて、で、次の出番はこいつでございます。
これは森家最大の事件だな。事件なの？キッカちゃん。おお、持ってないトキコ。ああ、これはあれですね。あのフルコン成功報酬でしょう。間違いない。ありがてえ。おお。フルコンを見事達成したらトキコちゃんが来てくれた。というわけで確かねちゃんと雨線はもう持ってきてるはずだから、雨線あるよな、雨線チェック、雨線チェックよし。さあ森吉成くん、カードを登録してください。こんな感じのデッキでいきます。一応あれか、あのフルコンするときにあの雨線の対象があの信長になっちゃうんで、信長を城の中にしまうか、秀吉打つときに信長を範囲外に置いて秀吉を打つみたいな、そのあれですね、工夫が必要ですね。さあ行きましょう。8枚トキコね、あのなんだっけな、1コスがね弓ばっかなんですよ、赤い国。キーパーが確か3枚で、槍も一応3枚ぐらいあんのか。あでもそっか、33ありゃいけるな。対戦相手が決まりました。で 1.5 コス槍でいいもんな。まあトキコチャレンジは今じゃないので、まあまた今度やりましょう。さあお次のお相手がモシャエさん。ダミ系は別に困らん、ダミ系は困らん。そうダミ系じゃなきゃダメっすね、弓とかじゃダメっすね。使用する流派を選択してください。いや待てよ、俺の記憶を呼び覚ませ。なんやな、舞台流派でいけるって俺確か、うん、舞台流派でやれるって俺確か結論出たんだよな。流派決定。自陣に舞台を配置してください。あ、これは森パパで踏まなきゃ誰でもいいやって感じで、まあ、馬は1コスだから開幕に追加されてもええわ。使用する戦機を選択してください。ここは間違えず雨線を選ぶ。こちらでよろしいですか。まあ、優先金箔大敗と雨線の差ってなんつうか知力差にしかねえんだけど、こちらでよろしいですか。まあ、それでもね、雨線の方が面白いから雨線にします。竜王邁進、出るところまで俺は行く。さあワンサイドか、まあ、自分が頭に打ってもらう。うっどうや、行くぞ、任せろ、放て、どうや、まあ、マットは絶対でいいんだけど、そんな、任せろ、放て、まずは2連打。よしよし、景気よくいくぞ。あ、オッケー。己が強ければ敵を恐れる必要などない。はい、一回下げ、あの、うん、
行くぞ。浮上しなきゃええんでゆっくりやりましょう。進め。魂はここに置いて。あーまあ。流派に。ご協議。あ、てかむしろ流派1打たなくて正解。流派1打つと弥太郎のカウントがめっちゃ伸びちゃうんで、これ無意識に正解行動を取っていた俺、偉い。1の方で、ここで四季が60か。勝ちってな。放て。オッケーオッケー。ナイス。60で打ったから35パック。30。あ、いやまし。あ、いくつにしよっかな。おいらが行く。頑張ります。ヒデは出てよし。まあ喧嘩フグ打っちゃうかな。俺たち、あなたは世を作るのだ。30いくかな。よし行こう。今はがむしゃらに戦いっきゃね。この命使う時が来た。あ、発動。一応ね、カウントはね、なんだっけ、32カウントぐらい持ちます。流派発動。もう伸びていこうか。
二の方。前。俺たち、新たな世を作るのだ。来るまではこの国は救えない。オッケー。進め。相手オーディ。増援かなんかか。魂はここに置いていく。この佐野助さんのやりは一箇所守られるのは寒いから、もう森パパと一話します。任せろ。よかったか。でもまあ殴り合いに発展しちゃったからな。でも縄文放置で正解か、多分。縄文放置してちゃんと信長弥太郎、しっかり下げて、でまあ松だけ上にケアをケアしてって感じか。いざ参ろう。まだまだ俺が甘いな、こればっかりは。まあでも舞台流派でできやりきったのはちょっと偉いなと思った。式流派だともっと簡単なんだけど、舞台流派にすればねもっとカウント伸ばせるから。いくぞ。よく出会いがあらんこと。まあでもそう、やっぱねみんなね、その昔と違ってその対戦ってゲームを理解してるから、本当にあのみんな無視するんすよ、こういうあの育成型。みんな無視してくるんで、本当いやもううんそれが正解だよぐぬぬって感じなんですけど、やっぱ結局のところそうするするっていうことをねみんな覚えてるから、やっぱこういうデッキはあんまり決まりづらいですね。そうだ、武力79か、武力79の竹道の縄文確認しとこうか。対戦相手が決まりました。さあ JJ さん、おーなるほど。使用する流派を選択してください。まあ舞台流派でいきましょう。こちらでよろしいですか。これも長政か吉本でどっちが嫌かっての言うと吉本で来られる方が嫌。自陣に舞台を配置してください。一応まあ相手の兵種は機動力ないんで、しっかり鉄砲で削ってって感じですね。使用する戦機を選択し、こちらでよろしいですか。舞台流派にしたな。で、俺は知力流派を押してはいけない。よし。あとは、なんだ？何が必要だ？ああ、始まっちゃった。竜王邁進！出るところまで俺が行く。中央 OK、 鉄砲 OK、
ケー、騎馬は孤立してるからそのまんまで放置マン。稼げてるんで用してる。わざと刺さりました今。死ぬ前に退散だ。任せろ。これは撃ってはダメ。あー俺やったな。看護調整します。敷地に入れます。試合しながら計算するのめんどくさいな。任せろ。ここに合うか。ちょっと待って、2まで確定。どうしようどうしようどうしよう。任せろ。放て。ここで撃つ。よしよしよし。こっからのカウント、今61カウント。 OK。10人になったタイミングでいろいろ起こるように設定したんで、秀吉範囲から抜けたけど撃とう。ここ俺たちで新たな世を作るのだ。で一回ノックを城の中しまって、してしまった。指導ってことは多分長政が来るかな。あー走って、秀吉こだわんなければ。ごめん、こだわってらんねえよこれ。秀吉はね、指揮知力3分なんで、私自身の正義に従う。これ正義解放。オッケーオッケー。61で打ったから36で失敗。あと3カウント。とりあえず森パパ撤退しなきゃ問題ない。死ぬ前に退散だ。俺の首はやらん。クソ野郎め。
反省点ですね。一の方ゲロゲロゲロ、はい、サイコさんありがとうございます。はい、CT 柴さんも和骨です。まあ兵力もう 55% 下回ってるんで撃ってく撃ってく。ノック撤退したらちょっと美味しくないな。あ、相手もうハート撃ってんじゃん。まずはもう一回外す。気がたぎってくるぜ。負けてなるか。あ、どうだろう。ノックがドブリーだけど、突撃はもらわないようにしてギリギリまで時間稼ぎたいね。今吉本入ってくんだよな、多分。それの次に入るか。こうで勝てるから、命を大事に。まあ、フルパワーの森パパにはできなかったけど、まあ、勝つためには仕方なし。オーケーオーケー、森パパクリア。まあ、一回フルパワーの作ってるからね。で、今が8時50分か。まあ、まだ1時間、もうすぐ1時間経つか。割とメインディッシュそろそろ入りますね。皆さん、365日、なるべく、まあ、動画を上げたいって感じのタイトルで動画を上げてる、イントシ君って方をご存知でしょうか。あの方がね、やった、縄文 100% デッキをちょっとやりたいと思います。進軍しますか。クソ長森パパくんありがとう。いくぞ。まあ、割と、なんだろう、 あの方に憧れて変態デッキを使い始めたってのも言っても過言ではないから。まあ、あれですね、僕の対戦人生においては結構ターニングポイント、まあ、影響をいっぱい与えてくださったプレイヤーですね。よかったら、ニートシ君のタイトル何だったっけな、動画タイトルがちょっと、まあ、365日なるべく毎日対戦したいみたいな、そんな感じのタイトルだったかな。で、動画上げてらっしゃるその、まあ、ニートシ君って方がおりますんで、よかったらそちらをね、見ていただけると、まあ、これから起こることが。これから起こるとんでもないことが。
はい、チザム V さん、和骨こんばんは、ありがとうございます。はい、マジらしいです。あの英傑再生、英傑再生ワンパンラグドできるらしいです、このゲーム。残り1コス、まあここ自由枠なんで、で安定させるんだったら弓か鉄砲。まあゲーム難易度落とすんだ、あ違う、あ槍が2本あるから、まあ鉄砲かな。あれだな、緑の1コス鉄砲を採用しよう。オッケー、こんな感じでいこう。さあ打って変わって、岩崎弥太郎じゃなくて今回は、長尾春影です。相手がね、あの城西流派の1位叩かれちゃうと無理なんだけど、対戦相手が決まりました。まあ、1選ばれないことを祈りましょう。さあお相手さんは騎馬隊な。あ、まあでも新年だから四季流派選んでくれると信じよう。使用する流派を選択してください。こちらでよろしいですか。四季流派お願いします。四季流派、流派決定。四季流派、自陣に部隊を配置してください。あ、伏兵は正直 ID ねえし誰でもいいや。当てんの、使用する戦機を選択してください。そう、出陣前用意しといたここの立ち出しの出番で。好きじゃないな。ね、行くしかないようだね。待て。戦うしかないよ。もう確定で、これでまず、88OK。 まあ言うてなんか2連打でいいはずだから、チキバック 63OK。 だから、37OK。 Thank you.
本当に落城すんなってのがなかなか厳しいんだよな。てか風鈴多分それだけの向上力あんまやべえんだよな。撤退し、あ、撤退していいのかな。カウントがまだちょっと。あ、やったね。さてどうしたもんか。やった以上流派発動。あ、オッケー、流派に。まあ一番嫌なタイミングで風鈴カムを張りしまったからこればっかりはしゃあねえな。まあその気満々だよな。鈴木をとまあ鉄砲下に下げつくかな。まあ長尾春滝が絶対そうになったら計略しましょう。とりあえず死にまでは確定に流派に発動。流派発動。見ようかな。あらべ。まあ、しきたまり次第。あ、切れた。やっぱそう、春影の敷きバックが必須だったってわけですね。あ、うんと持たねえなこれは。先に落城しちゃうから。軍船も切れてるから。まあ先に落城かな。軍船じゃなくて盾なしか。いやー、攻撃力だけんだよなー、やっぱ風鈴火山。あー、で、ライン上げで撃った時点でダメだから、まあ、良くも悪くもあれなんだよなー、そう。セカンドチャンスしに行くのは違うしなー、さすがにちょっと展開を。あー、ああなったら逆に流派3、あ、まあ3人できればワンチャンあるけど、それでもやっぱダメだな。多分カウント持たねえな。進軍しますか。タックリも知力も 0.2 だからな、あんま伸びねえんだよな。いくぞ。なかなか難しいですね。なんだっけ、式9.5だから 9.5
5で打った後、6.5 になるから、でそのまんままた 9.5 増えるわけだから、なるほど16か、そっか、オッケーオッケー、カードを登録してください。まあ今度こそ、今度こそまあなんとか頑張りましょう。相手がな、風鈴たたむタイミングを結構遅らせてきたのも結構あれでしたね、こっちとしては辛いポイントだった。対戦相手が決まりました。もうちょっと俺が発揮で頑張んなきゃいけないんだろうな、うん。お互いゆっくりだけど、使用する流派をこちらでよろしいですか。まあ流派1、流派2で先に行動されかねないなって感じだな。自陣に部隊を配置してください。使用する戦機を選択してこちらでよろしいですか。いやなかなか、なかなか難しいっすね。いや、うん、やはり俺はまだ指揮集積のプロになりきれん。戦いは好きじゃないな、行くしかないようだね。ああ、左側に部隊固めてきたってわけではなく、 OK。できればな、諸事情により、工場を取りたくないんだよな。なんとか、高杉と忠勝が中央より下が来てくれれば、多分ゲージはこれで。OK、一本返したので。諸事情っつっても、あの 100% 吹き飛ばしたいっていう理由だけどね。もうちょい、つまり指が範囲入ったら、これで、なんだっけ、63だよな、今。63?63、38。あ、61か、OK。じゃあ次、36だから、36、安全マージン取って38か、38で打とう。38で高すぎを打ちたい。マジで？オッケー、18までたまたまで
戦く上行ってもらおう。まだ発射の花で俺たち武士がこのでっかい天下を持ち上げてやるんだ。38決めたに中カラスを踏み込むぜ。 OK、 まずこれは撃てた。リュウハ発動。ミノカラ発射。こうなることは覚悟してます。今から飛びはしない。あとはその辺撃とう。いや、一回目切れたか？わかんない。一発目切れちゃってる。武力はまだ足りてる。武力はまだ足りてんだけど。ピンキリでラピノか、ラピノシ。はい、楽しくて楽しくてしょうがないです。いや、なっちゃうんです。今戦つの縄文一発目カラス切れてたんです。で、なんだっけな、まあ極端な話、カラス1回分で、1.6×1.6× で縦なしの 1.3 の縄文の 1.6 倍で、まあ、極端な話、戦つの控除力が 5. 何倍だったかな、軽く5倍超えるんですよ。で、武力25なんで、20% 超えてるわけなんですよ。だから、100、なんやな、そのニートさんの動画で、そうニートさん本人が解説してくれてるんですけど、101% 出ます。101% 出るんだけど、残念ながら届かなかったですね。いやー悔しいなー。いやーでも、マジか。戦つ 99.71 2番で残り 0.29、 残り 0.29 の経営が足んなかった。いやでも一発目 50% 吹っ飛ばしたからいけると思ったんだよな。あ、一発目 56.98% ならほぼ 57%、一発目の縄文は 57% っすね。あー、じゃあ縦なしが切れちゃったんだな。だから57をさらに、そう 1.6 倍と、あの武力上昇の、あの7が乗るから、
まだ上がるんですよ。じゃあまあ一応俺の配信だから、あーでもまああれだな、よくあるその HTTP の H を抜こう。HTTP の H 抜くんで、なんかよく昔あったね。こちらに、その成功例がございます。まあなんかよかったら見てください。俺めちゃくちゃファンです、昔から。いやでもあれだね、惜しいとこまで行った。本当惜しいとこ行った。あとほんの、いやでも鉄砲で、あーよかったかな。うん、回転アングルを探しています。そうでも、そう 57% 出したから、高っ。次対戦相手が決まりました。お次の方は、まあ、わら系か。あ、まあ、なんか足やノーマンで武力落とされると多分その足んなくなっちゃうんだよな。使用する流派をこちらでよろしいですか。いやー決めたいね、ワンパン。ワンパン決めてよ。メスガキじゃねえけど、メスガキにワンパン決めてよ。自陣に部隊を配置してください。あーでもまあ端っこ来そうではあんだよな。俺開幕英傑校、うん、諸事情により取りませんって言ったけど、諸事情により取ってたら勝ってたってこと。使用する戦機を選択、こちらでよろしいですか。まあデッキ構築の時点で、まああれなんで、根源力もクソもないんだけど、うん、乙女に対して鉄砲どうかな。オッケー、2体切れたな。おいしい、あ、おいしいね。あ、でも長尾撤退するのだけはまずいから、あれだな、そのおさらいをすると、38カウント、38カウントで計略をって感じかな。あらぬ
真への道は。おお、 102.32 か。なるほど。発射。英雄の未来のために。そう、俺の大好きなプレイヤーです、ニートが。62ぐらいで撃ったから、いや回復か、あでも回復してもサダカツまだ撤退していいから。オッケー。はっしゃい。まだまだこれからよ。天に代わって強気してやろう。まあもう何も考えず戦っておう前にだな。これ多分ライン低いからダメっぽいな。まださっきと同じパターンになりそう。いやー多分カウントが足んねえなあ。切れたね。まあこれもまた50、まあまだまだ俺が未熟ということで、こればっかりは。さあ、補助力あげましょうか。戦って撤退してなかったらライン上げられたっぽいな。悔しい。いやー難しいね。いやー縄文まで運ぶってことはできるけど、必須の槍の機能力で上げなきゃいけないのが、これまた難しい。はい、あー
あ、まあ、こんばんはです。はい、今日は99じゃなくて、あの岩崎弥太郎とか、あの式バック系でね、あの やる遊びを してたんですけど、とりあえず戦勝はちょっと心折れたから、またの機会にしましょう。俺は悔しいよ。進軍しますか。というわけで次のデッキ行こう。99は作らんけど、まあ面白いものは作るつもりです。勝ったからよし。あ、というわけで次はこれも99はいかんないんですけど、まあ ロマン技やろうと思います。カードを登録してください。気づいた時には手遅れよって。あとどうしようかな。どうせ多いや再起にするんで、待てちょっと考えるわ。それだと24だから22までは使えるけど、まあ、とりあえずあと 1.5、 うん、何でもいいや。あ、どうしようかな。まあ俺たちの宮部程度にしようか。いやでもなんか機動力なくて負けるパターンもあるから、バタイにしようか。22なんだよな。ノリマサのカウント伸びたとは。いや金箔采配でワンチャンやるか。対戦相手が変わりました。あーでもそれだとあれか、金箔采配の前に打てねえのか。いや違う、打とうと思えば打てんのか。おー、おー、とんでもねえの来ちゃった。使用する流派を選択してください。こちらでよろしいですか。あ、この相手だと何だろう、横指で止められちゃうから、そもそものあれだな、プランができねえから。自陣に部隊を配置してください。相手復元はおるんだよな。いますね。開幕取られていいから、ヤタロウは最悪打てなくていい。開幕あの指揮調整するんで。あー、どうしよっかな。使用する戦機を選択してください。さあ再起にしよう。こちらでよろしいですか。十分
一度もでも結局多分あれだからな、小早川で止められっから。オッケー、そこの矢倉破壊しつつ、オッケー、矢倉破壊した。発動。一の方。次こそ。デバルス。アクションコードはない、ダメージだいぶ低くなってるから、ワンコツ決めるときメカペって手だけで、あの、落とせのライン上げるだけ。オッケー、十分。アクションコードはいくらでも即時に落としてあげるよっていう感じで、我が U8 回死者の川と血の海を、あーどうしよっかな。ここで悩むのは勝ちに行くべきか。はい、そんな床の強化させませんよ。流派発動一度か、四季が14になったタイミングで上等例な。オッケーオッケー、ダブルノリマサ。我が瞳には毛利の未来が見えている。
ないんだが、だから弓森はよ分かってたことだけどよ。え、でこっからゲージ増えないんでしょ。笑えねえ。かあ、ほんまよ。はこれが英傑大戦だよって感じですよね。武力71つ42が普通に弓打たれて解けるんだもん。ザ英傑大戦って感じ。あ、これはね、しゃあない。そもそも工場が入らんから。マジで乱戦してないのに一切工場ゲージ上がっていないのはやばかった。すごかった。乱戦されてねえのに一切工場ゲージ上がんなかったのはマジで爽快だった。まあこれはね、なんだろう、何かしら、落とせじゃない何かが必要だった。ちょっとパーツを軽くしよう。必要なのは乗政と、弥太郎と、まあ、刑事でも戦ってでもいいんだけど。いやでも、乗政2回かけた縄文見てえよな。見てえよ、俺は見てえよ。あー、待機、なるほど、なるほど。マヤひらめいちゃった。あれだ、思いついた。用意しなきゃ。マヤひらめいちゃった。とりあえず今日いらねえのは、まあとりあえず黒糸いらん。そう、ここに速度上昇がついた先があるじゃろ。1400だから足りないね。しゃあない。あー、とりあえずここまで固定でいいんだけど、なんだろうな、 2.5 コス、まあだから白兵どうにかするんだったらこうして、まあ1コスやり、まあでもどちらかというとあれなんだよな、兵力回復系力はなくていい気がするんだよな。確かにそれはそう。まあ一回この形でやってみようか。まあでも相性って言うけど、あれよ、
対戦相手に対して俺が一生落とせ、前だけ刑事が撤退した瞬間落とせ打ってるだけで勝てる相手でしたよ。言い方はあれだけど、刑事をひたすらぶん投げるだけで向こう一生永血砲を取れないで、で危なくなったらしっかりバタイの計略打てば勝とうと思えばいくらでも勝てる相手です。けど、まあその、やりたいことをやりに来てるだけだからっていうオチには勝てない。そう。だから、そう、勝ちに行こうと思えば勝てたけど、うん、そうじゃないでしょみたいな。俺はやりたいことをやるって感じ。というわけで、次のお相手が、おー、ちょっとあれだな、各所 VS、ダブル関東上等で、なんか、すごいことになりそう。よろしいですか。リューハ決定。自陣に部隊を配置してください。相手筆はおらんから。とりあえずしっかり鉄砲を撃って、鉄砲が突撃にもらわないようにって感じだな。無理に引っ張られるはあるんで、まあ、そのためのあれですね、平雲の鎌でそのまあ騎馬とかうまく動かして止めに行きます。こちらでよろしいですか。まあじゃあとりあえず、まあ、ダブルノリマスは決めたからね今の試合も。お、いいね、左側にやり1本。ヤタロウはそこにいないんですよって話だから問題ない。
ここまでか。俺を惜しむな。
となるとあれかな、うん、まあ、刑事を松方でもいいけど、あーま、じゃああれか、ま、松風に乗ってもらおうか、刑事に。あー、報酬獲得、あれかな、ルートを変えればありやってみよう。 OK、 その上げ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 もらい、再起に咲かない。四季14で金箔采配打って、で、あの知力上昇したノリマサで、ノリマサ上げ上げノリマサが多分。多分あのノリマサ復活する頃には式中ある。それで行こう。アメサランドを探しています。面白いのが防衛で式一切使ってないっていうね。なんとね、石碑か、なる、あ、いや、金箔采配にすっから、金箔采配にすっから今回はいけるはず。使用するリューと、予約10時までなんで、これがラストゲームになります。やべえ、全然時間見てなかった。とりあえず、金箔采配、まあ、無線でもいいな。いや、金箔采配、のりまさの知力上がんねえから金箔だ。OKOK。今日も予約10時までにしたから、うん。決定。なるほど、了解です。操作しないようにってことですね。自陣に部隊を配置してください。まあ、刑事で普遍踏んじゃいかんか。いやでも、弥太郎もあんま踏みたくねえんだよな。村上はぶっちゃけ踏んでいいんだけど。使用する戦力を選択してください。相手式流派か。いやー、ちょっと嫌なのが、金箔采配打ってもあれなんだよな、刑事が視力10だから、敵的なダメージもろ受けちゃうんだよな。これがね、舞台流派、舞台流派だったら視力12だから、もったいないんだけど。そう、看護師対戦の頃からそうですね、やっぱその奏者の、
あーなるほどね、相手もスワンサイドでそのケージぶん投げられたら嫌だから、守り気味に多分置いてきていくかな。これは任せろ、開幕過ぎたから踏んでいいや。オーケーオーケー、でも弓は出したくなかったな。オーケー、本格にやり取れてる。オーケー、というわけで発動一の方、相手がそろそろ、いやまだねえな、こっちは任せろ、こっちは平時分の応用があるんで、あ敵陣だね。じゃあぶっちゃけ出さなくていい、ハンベ敵陣にいるから起こさなくていいから、相手も待ちの構えだよな。敵陣に連打が嫌なんだよな、こうなってくると。あーね、士気が14になったら金箔からの、私たちの戦いは、いやー
の戦い。まあそうね、まあマチューンが悪かったでいいよ。うん、あの相性しか出ねえデッキだから、しゃあないしゃあない。というわけで本日ようやく10時までだったので、これで配信終わりたいと思います。まあ不完全燃焼だけど、あのフルコンはできてるからよし。そう、結局あのマッチングとの相談になっちゃうからね、あのどうしてもそればっかりは仕方ないんすよ。まあなんで、うん、まあ普通にねちゃんとノリマさん2連打とかね、あの一番最初の方はあの武力82の竹道作ったりとかね、ちゃんといろいろ、まあ今日は楽しめたかなって思うんで、で明日以降はね、そのバジ君が来たりとか、ちょっとね、あの屍とかいうちょっと新しいおもちゃが来るので、ちょっとまあそれで遊んでいきたいなって思うんだけど、ちょっと明日はねちょっとあの僕のやってるソシャゲのイベントがありまして、明日は配信しないです。夜9時に参加しなきゃいけないので、そう時間がないのでできません。というわけで、お疲れ様でした。あの皆さん高評価とか、ここまで見てくださってありがとうございます。あれですね、まあ縄文ワンパンは決められなかったけど、みんなはあのニートシ君のあの動画見て 100% 白縄文ダメージすげーっていいねを押しに行くんじゃぞ。まああれか、あそうだから、まあノリマサだけに関して言えば、多分一番いい相方はあれなんだろうな、名前が出てこねえ、坂本龍馬。そう龍馬の効果時間、あそうノリマサ龍馬で、そう敵城門ぶっこんで向上スピード速いが多分一番強いかなって思います。いやまあ今日も楽しかったね、やっぱ、うん、やっぱ考えながらやる対戦はね楽しいわ。よし、まあよかったら式22、式22まで使えるんです。式22まで使えるんで、あのなんかこのドリームコンボやってくださいってのあったらぜひコメントください。あのドリームコンボやります。まあ、勝手に宣伝しちゃったけど、そうニートシュ君の動画は僕大好きなんで、よかったら皆さんも見てください。ではありがとうございます。よしよし、お疲れ様でした。お、行ってみるもんだ。ありがとうございます高評価。終了終了。